それではお待たせしました。今日の役員会の概要報告をさせていただきます。最初に安倍総裁からは決裁文書の書き換え問題について行政の長としてその責任を痛感している、説明の努力を重ね今後の信頼回復に向けて政府与党一体となって取り組んでまいりたい。小村副総裁からは書き換え問題は政府与党一体でしっかり解明してもらいたい。森山国対委員長からは審議正常化を受け各委員会では日切れ法案の処理について参議院に迷惑がかからないよう一層の努力をしていきたい。次回の本会議は22日木曜日の見込みであるとのことです。岸田政調会長からは公明党と IR 実施法旧優生保護法について2つのワーキングチームを設置したという報告がありました。竹下総務会長からは明日の総務会で憲法改正推進本部の中間報告を受け議論したい。以上です。あとは二階幹事長からお願いします。ご苦労さんでございます。まず外務省の公文書書き換え問題に関して15日に幹事長室のもとに財務省公文書書き換え調査 PT 座長柴山党幹事長をこの格好を設置し初会合を開きました。今後この問題に関して党としてしっかりと対応していく方針であります。先般ご請求されました野中元幹事長のお別れの会が4月14日土曜日にありますが、11時からホテルグランディア京都で開催されるとのことでありましたので、党としてデビュー会議のご協力を申し上げていきたいと思っております。以上でございます。それでは質問のある方お願いします。はい、幹事長、今日衆院参議院 の予算委員会の方で、集中審議、各党の集中審議を行われましたが、幹事長としてご覧になっている範囲で、本日 の集中審議の論点についてどのようにご覧になっておられるでしょうか。まあ、与野党ともに、問題解明のためにですね、しっかり協力をしておられたというふうに思っておりますが、今後の必要からは、一層、努力をしていただきたいと思っております。はい、続けます。参議院の方ではですね、野党側が求めていた佐川さんの国会招致についてですね、本日中の結論は見送られる方向となったようです。幹事長としては今日の議論を受けてですね、佐川さんの国会招致についてですね、どのように与党として答えをしていただけますでしょうか。これは現場を中心にしてですね、十分ご意見を交わし、結論を目指すようにご努力をいただきたい。まだお話になっておりませんが、案に私にどういうことであるかという求められたような気もしますが、それはもう少し議論を十分されて、質問された上で、するためはね、そういう機会が来ればそういう対応をしなきゃならないと思います。今のところはまだ議論を進められているということではないと思います。はい、日本テレビの黒島です。話は変わりますけれども、明日の総務会で憲法についての議論も行われるということですけれども、今週の党大会で大きな方向性は示されるというふうに伺っておりますが、二階幹事長は幹事として党としてどういった憲法に対するメッセージを発信していきたいとお考えでしょうか。
憲法問題は、今度の党大会での大きな目玉の一つであると思います。したがって、今日まで憲法の問題の関係者の間でご意見いただいたことを中心にして、党としてのまとまった考えを内外に明らかにするというのが一つの山場というのか、一つの意味として大事なことだと思っています。よろしいですか。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。それではよろしくお願いします。